間違いあるまい。赤ん坊がこんなところに。あの嵐の中無事でおったとは。笑っておる。ん？もしやこの子は。ああよしよし、一人で心細かったじゃろ。もう心配いらんぞ。
ありがとね。大切な儀式の前にスカーフが風に飛ばされちゃうなんて。この岩を登る日が来たんだ。あんな高い場所、私に登れるかな。ルキが私たちを案内してくれるみたい。さ、行こう。我ら意志の民、大地の精霊と共にありか。おじいちゃんから聞いたの。あの神の岩には大地の精霊様が宿ってるんだって。小さい頃からずっと、16歳になったら神の岩に登って大地の精霊様に祈りを捧げなさいって言われてきたけど、こんなしきたり誰が考えたのかしら。一人前になる前に崖から落ちて怪我でもしたらどうするのよ。でもあなたと生まれた日が一緒だったのが唯一の救いね。一人だったら絶対めげてだもん。それじゃあ行きましょ。ま、魔物こっちに来るわ。気をつけて。あなたとルキのおかげで助かったわ。小さ、ねえ、知ってる？神の岩の頂上へ行くには洞窟を抜けていかないとダメなのよ。さっきの魔物、あの洞窟から出てきたのかな。ちょっと怖いけど、あなたが一緒だしへっちゃらだわ。さあ行きましょう。Thank you.
これで。
ね。おめでとう。うん。ごめんね。先回りしてマネーちゃんを驚かせようと思ったんだ。でも魔物に襲われて。そうよ、変よね。神聖な神の岩に魔物が出るなんてこと今までなかったのに。それはそうと、ダメよマノロ、こんな危ないことしたら。うん、わかったよ。ありがとね。あんな怖い魔物を倒しちゃうなんて強くなったんだ。もう少しで頂上だね。やだ、雨が降ってきたわ。急ぎましょう。絶景が見れたはずなのに。早くお祈りを済ませないと。でも不思議だわ。まるであなたが雷を呼んだみたい。そのあざは一体。あら、消えちゃったわね。何だったのかしら。いっぱい助けてもらったわね。やっぱりあなたが一緒だと私心強いわ。さ、早いとこお祈りを済ませましょう。我ら医師の民、大地の精霊と共にあり、ロトゼタシアの大地に恵みをもたらす精霊たちよ、どうかその大いなる御心で悠久の大地に生きる我らを。うわぁ、すごい。はあ、
広かったんだ。このしきたりを考えた人、きっとこの景色を見せたかったんだね。それじゃあ儀式を終えたこと、おじいちゃんに教えてあげましょう。みんな私たちの帰りを待ってるはずだわ。ただいま、おじいちゃん。おお、二人とも無事に帰ってきて何よりじゃ。神の岩に雷が落ちたから、怪我をしてないかみんなで心配しておったわい。そのようなことがあったのか。まさに奇跡というほかあるまい。と神の岩に宿りし、大地の精霊様が二人を守ってくださったのじゃろう。ところでエマよ、神の岩の頂上から何が見えたのか、わしに教えてくれるかな。ええ、見渡す限りの海が見えたわ。お日様に照らされてキラキラしててね。あんな光景初めて見たわ。この世界、ロトゼタシアがいかに広大かを、石の村しか知らぬお主らも分かったようじゃな。お主らはまだまだ若い。もしかするとこの村を出て羽ばたく時が訪れるかもしれんからな。このロトゼタシアの広大さを、わしは儀式を通じて二人に伝えたかったんじゃよ。さて、そろそろ村に戻るとするかの。お前の母ペルラにも儀式を終えたことを教えてあげなさい。よかったわ。安心したわ。私たちも行きましょう。おかえり。無事成人の儀式を終えたようだね。村中で噂になってるよ。うちの息子エマちゃんの足手まといにならなかったかい？全然。ねえペルラおば様、聞いて、すごいのよ。神の岩の頂上でね、私たち魔物に襲われたの。でもね、その時アザがピカーって光って、雷が魔物に直撃したの。まるで、なんだって、あざが光って
魔物を退けた。そう考えないようにしていたけど、おじいちゃんが言っていた通り、運命には抗えないのかね。ついにあのことを話す時が来たようだね。これを受け取りなさい。あんたが成人の儀式を終えたら、その首飾りを渡すようおじいちゃんに頼まれててね。実は16年間村のみんなにも言わないでずっと黙ってたことがあるんだ。あんたはね、勇者の生まれ変わりなんだよ。勇者？勇者が何なのかわからないけど、あんたは大きな使命を背負ってるっておじいちゃんずっと言ってたわ。あんたが成人の儀式を終えたら、北の大国デルカダールに向かわせてほしい。そして王様にその首飾りを見せた時、全てが明らかになるだろうって。だからね、あんたは勇者の使命を果たすためこの村を出てデルカダールに行かなきゃいけないんだ。そんな。さ、明日から当分会えなくなるわ。今夜お母さんがとびっきりおいしいご飯を作ってあげるからね。
あら、あなたも眠れないのね。ねえ、この木覚えてる？子供の頃、この木にスカーフを引っ掛けて私お泣きしたんだよね。でも、そういえば成人の儀式の前にも同じようなことがあったっけ。私ね、あなたはこの村でずっとみんなと穏やかに過ごしていくんだろうなって思ってたの。だから勇者の生まれ変わりだってペルラおば様から聞いた時はとても信じられなくてびっくりしちゃった。あのね、おじいちゃんから前にちょっとだけ聞いたことがあるの。遠い遠い昔、世界中が魔物に襲われて大変だった時、どこからともなく勇者が現れて世界を救ったんだって。そしてその後勇者は星になって今もこの世界を見守ってるらしいわ。ほら、あの星よ。あなたが勇者か。なんだか信じられないわ。でもデルカダールに行けば全てがわかるのよね。さあ、もう自分たちの家に帰りましょう。みんな心配しているわ。じゃあね。本当に立派になって、その姿おじいちゃんにも見せてあげたかったわ。忘れちゃダメだよ、あんたは村で一番勇敢だったおじいちゃんの孫なんだからね。この先何が起きてもあんただったら乗り越えられるってお母さん信じてるわ。そうだわ、花向けとしてあんたの荷物の中にお金を入れておいたからね。デルカダール王国に向かう前に村の道具屋でしっかり旅立ちの準備をしていくんだよ。さあ、村のみんなもあんたの旅立ちを見送ろうと集まってるわ。